The battle's about to start. Good luck! フリーザ、まさかお前と手を組むことになるとはな。手を組む？おかしなことを言いますね。ただのナメック星人であるあなたにそれだけの価値があるとでも？なんだと？この間、あなたがしたことといえば孫悟空の息子の盾になったくらいでしょ。今回もあの息子の盾になって犬死にするのがオチです。残念だったな。俺も今回はただ守るだけに徹する気はないぞ。おお、ようやく見捨てる気になりましたか。使えないゴミがいても邪魔ですからね。逆だ、あいつは守ってやらなくても一人で何とでもできる。そうなるように鍛え直したからな。だからなんだというのです？あなたごときの特訓で強くなるとでも？
あいつとは付き合いも長いからな。いずれお前にもわかる。ご飯だけじゃない、俺自身も腕を上げているぞ。指定愛アピールも口先だけの腕自慢も結構です。それでも強いと言い張りたいなら今この場で証明なさい。存分に見せてやるさ。
こなくちゃな。さっさと来い。怒らくちゃな。ゴー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 。ゴベジータ。本当？孫君。あ、間違いねえ。そうと分かればさっさと助けに行くわよ。みんな準備はいい？お待ちなさい。何を勝手に話を進めているのですか。なぜこの私が恩知らずの裏切り者を助けなければならないのです。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。今は一人でも仲間が欲しいじゃないか。確かにベジータならばそこそこ役に立つだろうな。気乗りはしませんが仕方ありません。戦闘力だけはありますからね。今回だけは特別に助けてあげるとしましょう。いたいた。おいベジータ、生きてっか。やはり意識はないようだな。それにしてもこの顔を見ていると怒りがこみ上げてきますね。今のうちに息の根を止めておきましょうか。何を言い出すんだ。話が違うぞ。待て、揉めている場合ではないぞ。いいところで邪魔が入りましたね。まずはあちらを片付けるとしますか。Let's go!
しよう。カウント。死ぬ。待たせろ。しょうこなくちゃな。カウント。雨ごときに。このギミエ隊長自ら戦いのお手本本気を見せてやろう。くそ。この木は本当？ああ、そ、お待ち、なぜそんな、とし、木の今回だ。いたいた。よほ、それに今の何を言いだ。
この木は。Get ready for battle! そういうわけだかんよ。みんなで協力して21号をやっつけようぜ。おい、ベジータ、聞こえてっか？うるさい！聞こえている！言っておくが俺は協力せんぞ。え？なんでだよ。おめ21号と叩きたくねえんか？問題はそこじゃない。どうやら私たちがいることがお気に召さないようだな。まったく、それはこちらのセリフですよ。誰が好き好んでサイヤ人など。はあ、やっぱりこうなった。ベジータとフリーザはお互いに恨みも根深いだろうからな。でもよ、フリーザ、そんな嫌がってばっかでいいか？おめえあんまりわがまま言ってっと、また中にいるやつに動き止められちまうぞ。ベジータ、気持ちはよくわかるが、今は恨みを持ち込んでいる場合じゃない。そうだぞ、21号は本当にヤバいやつなんだ。俺たちも力がうまく出せない状態だし、これしか方法はないんだよ。お前はバカではない。今何を優先すべきか分かっているだろう。もういいです、折れてあげましょう。今は少しの時間も惜しいですし、ベジータさんは反逆さえしなければ手駒としては優秀な部類ですしね。好き勝手言いやがって。俺だって好きで貴様と組むんじゃない。仕方なくだということを忘れるな。いた！おい、ご飯！どうやら孫悟飯だけではないようだな。まったく、またクローンですか？いい加減飽きてきましたよ。孫悟飯を倒すのはこの私だ。あんな雑魚に獲物を奪われてたまるか！
all or nothing! Fight! Victoria! 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 ってわけなんだ、ごはん。なるほど、事情は分かりましたけど、本当に大丈夫なんですか？ほう、息子の方は多少はまともな考え方ができるようですね。手を組もうと言い出したのは孫悟空だ。今さらそんなことを言っても遅い。セルのやつはオラたちみてえに十分な力出せねえし、フリーザは中にいるやつのおかげで悪さもできねえんだ。大丈夫だって。リンクという技術ですか。どうしても納得いかないなら少し考え方を変えればいいさ。敵と戦いながら
俺と一緒にセルとフリーザを見張ると思ってな。なるほど、そういうことなら僕にも協力させてください。しっかり聞こえていましたが、まあいいでしょう。そのくらいの警戒心も抱けないような間抜けは邪魔なだけですからね。よし、あいつら倒して二人を助けるぞ。仕方ないですね、時間の無駄ですし、すぐ終わらせますよ。行くぞ！ダダダダ！行けろ！ファンタスティック！
度はこっちからやらせてもらうよ。この星もろとも、サッサとゴミに捨てやる。宇宙の塵に捨てやる。この星もろとも、サッサとゴミに捨てやる。なかなか賢い子供のようですね。誰が一番強いか分かっているようです。ちょっといろいろ訳があるんだ。それより二人に伝えておくことがある。実は今ものすごく強い人造人間21号ってやつを追っているんだ。だからお前たちはデンデのところに避難して。人造人間21号、やだやだ、避難なんて嫌だ。俺たちも戦いたい。大人ばっかりずるいよ。ずるいって気持ちはわかるけんどよ、おめえたちを戦わせるわけにゃ。なんでブーさんの時は良くて今はダメなんだよ。それを言われちまうとオラも強く言えねえんだけんど。トランクス君、僕たちも戦えること見せようよ。よし、行くぞ、ゴテン。ビューシャン、はぁ、じゃじゃん。いきなりスーパーサイヤ人3で登場しちゃったぜ。ほらほら、強そうだろ、戦えそうだろ。好きにさせればいいじゃないですか。戦おうが戦うまいが、弱ければ死ぬだけ。あ、足を引っ張ることなんてないよ。俺ってばめちゃくちゃ強いんだから。ならば好きになさい。ただし私の足を引っ張るようなら容赦なく消しますがね。あなたが二人のサイヤ人の合体した姿だということは分かりました。問題は誰と誰が合体しているかということです。俺はゴテンとトランクスが合体した姿があって、もう知ってるだろ？そういうことを言っているのではありません。もう一人の顔に見覚えがありましてね。あの顔、間違いなく私を斬ったあの男の血縁でしょう。そんなことした奴がいるのかよ。しらじらし、とぼけてかばおうとしても無駄です。あの男の
私が復讐を果たすべき相手、この手で葬り去らなければ。そんなこと言われても知らないよ。ほう、自分の命を捨ててでもあの男を守りたいのですか。守るも何もそんな人のこと俺知らないもん。ん？本当に知らないんだって信じてよ。ま、今はいいでしょう。物事には順序というものがありますし、まずは目の前の敵を倒し、それから21号を亡き者にする、サイヤ人を全滅させるのはそれからです。あなた何をぼさっとしているのです。さっさとあの目障りな連中を倒すのです。さもなくば今すぐこの場で消しますよ。It's time to face your opponent. Ready?
今のお前の敵は僕じゃない。それくらい分かっているんだろう。今のお前がどの程度のものか、あの圧倒的な力は感じられないが、心までふぬけになったわけではなさそうだ。そんなに今の僕の力を確かめたいなら、この戦いを通して見定めればいい。今の僕にはお前と戦う理由はない。なんだと？今僕たちの敵は同じだ。仲間になる気はなくても目的は同じだ。正直お前のことは今でも許せない。でもそれより大切なことがある。大切なことね。何とでも言えばいい。僕の戦う理由は大切なものを守ること。それ以外の戦いをする理由がない。なるほど。つまり分かったなら目の前の敵に集中しろ。やれやれ、お前に意味がなかろうと私には関係ないのだがね。いっそお前の大切なものとやらを襲えば状況は変わるのかな。目の前の敵に集中しろと言ったのはどこの誰だったかな。まあいい、私も楽しみは最後にとっておきた。お前との決着はす。
傷口を叩き出してやる。なかなかクローンが見つからないなんて一体どういうこと？あんなにたくさんクローンを作ったのにどうして？ひょっとしてフリーザたち、まさかこの短期間でここまでクローンを倒すとはね。あいつらにクローンを全滅させられる前にもっとたくさんのお菓子を作らないと。おいフリーザー、いつまでこんなくだらんクローン狩りを続けるつもりだ。
まあクローンを倒すこと自体は無駄じゃないだろ。地球のみんなへの被害も抑えられるしさ。だが元凶である21号を倒さん限りいつまで経っても終わらんぞ。心配しなくてもクローンを始末し続けていれば必ず姿を現すはずだ。セル、なんかそう言い切れるっちゅうわけでもあんのか。21号は人間やクローンを菓子に変え食べることでエネルギーを吸収している。しかしその強さゆえ波のものを捕食しても満たされることはない。つまり戦闘力が高いもの以外は捕食対象にならないということか。求めるのは良質な戦士のみ。そしてあの様子から察するに奴は捕食衝動をそう簡単に抑えられる。食うべきクローンがいなくなれば必ず私たちを捕食しに現れる。私も同じ意見です。出会った頃と今の21号では強さが桁外れです。短期間のパワーアップを可能にしたのはクローンを捕食したせいでしょう。まあそれでもあの女は不満だったようですがね。時間は必要ですが、あの女はいずれ私たちの前に現れます。必ずね。21号はどこまで強くなってんかな。ちょっと嫌なやつだけんど戦えるって思うとは。貴様の出番はないぞカカロット。21号は俺が倒す。そりゃねえぞベジータ。だったらじゃんけんでどっちが先にやるか決めねえか。お前たちに順番など回らん。21号は俺が倒す。だったらセルよ、おめえも入れて3人でじゃんけんだ。やれやれ、こんな大変な時に戦う順番で揉めるなんて。いつもながら心強いよ。だがそうと決まれば残りのクローンも始末するぞ。